星くずおでん屋さんのお話。できる？大丈夫、大丈夫。じゃあ、ママがかなちゃんで、男社長がひなね。いきまーす。こんばんは。寒寒い。寒いな。あら、いらっしゃい。久しぶりじゃない。生きてたの？いやー、ここんとこ忙しくってね。ねえ、まあ、様のみんなそうよ。コートそこにかけといてね。セールしてごめんね。ああ、いいね。あ、ママ、ありがとう。この匂い。ああ、ママのあったかい星屑おでん。食べてあったまろ。まず何飲む？妹の気どっち？社長のボトルもなくなったよ。ボトルなくなっちゃったの？ああ、じゃあ今度は、米にしとこうかな。あ、米の焼酎ある？なんでもあるわよ。山形で行ったか？はい、いいね。濃いめでお願いね。頭は薄いけど。もう、それ言わない。励ましてるのよ。ハゲが増す。まあまあ、冗談やめてよ。まあ、おでん適当に入れて、卵はよろしくね。はいよ、社長の頭入れとくよ。社長の頭って、だからそれは言わない。もうずーっとご無沙汰だったから、どうしちゃったかなーって心配してたのよ。いやー、大変だったんだよ。女房には出ていかれるし、会社の売り上げはかなり下り坂だし、そんな中で俺はいた。真面目なつもりなんだけど、パワハラとかセクハラだとかで訴えられるし、対処しきれないよ。今も大変なんだけどね。まあちょっと息抜きしに来たよ。久しぶりにママの顔見たくてね。あららら、まずは乾杯。ありがたいね。ほっとするよ。乾杯。もう泣きたいことばっかりだよ。泣いてすっきりしなら泣きなさい。私の胸でね。名言出た。さすがだね。会社潰れたらさ、ママ雇ってもらえる？いいよ。結婚してくれるならね。潔いね。ママの結婚条件は何？かっこよくって優しかったらいいわよ。あと、おでんが好きであることかな。社長は合格よ。私合格。貧乏してるけど大丈夫？下も全然ダメだよ。上がダメだったら下もダメなんでしょ。私がいるから大丈夫。気を失いの。ほら、食べなさい。湯気のスモークがかかって、ママがより美しく見えるな。ちょっと、店の楽器閉めて、閉店をパンパン出しといて。何するの？星屑おでんパーティーするわよ。星屑おでんパーティー。ほら、電気を消すとメリーゴーラウンドのように回転するのよ。さあ、半分に乗って。店がおでんに囲まれたよ。私にしっかり捕まってよ。さあ、レッツゴー。ママ、これ何？遊園地みたいだな。わあ、おでんは色合いが少ないかと思ったけど、とっても温かみがあって、にぎやかなのに不思議と落ち着くよ。ああ、白滝が降ってきた。祝福してくれてるのよ。まさか俺たちの結婚？そうよ。ほら、玉子新婦さんが来たわ。太鼓のステージよ。楽団の地クワブを吹いたり、地鳴を叩いたり、地クワブの花束まで飾ってくれて、みんなありがとうね。信じられないな。こんな魔法が使えるんだ。それにしても、ここはどこ？宇宙よ。
百鬼夜行が宇宙だもの。みんな難しく考えるけど、裏技使えば簡単にいけるのよ。だからうちは星くじを天野と名付けてるの。だが特別の人にしか教えられない秘密の技なの。あなたが空気を知ってるから愛してるわ。今なんて言った？愛してるわって言ったのよ。はあ、夢のようだよ。こんな世界が毎晩あるんじゃ楽しいな。ママ、俺会社辞めるわ。いいわよ。お店員やて面倒見てあげるわよ。おしまい。ああ、ありがとう。すごい、ちょっとすっきりした。